はい、どうも。妖怪チプニプニ。今回もやっていきます。おはじきかな。音が来てないね。じゃあやっていきましょう。はい、ということでね、妖魔人イベント。珍しくおはじきですね。ユニオンウォッチ、おはじきなのか。プニットショットか。はい。ニーテツを倒そう。あ、ニーテツなんだ。これニーテツだったんだ。で、これが完全体シオン。剣王が、UZ で、という感じですね。なるほどね。なんとか退けたケイタたちっていうね。桜住宅街、異次元空間になってるね。さあ、やばいですね。行っていきましょう。マップのプニットショットかな。樹脂、悪の妖魔人、ゾンビ状態。なんかあの研究のおじさんが実はボスだったっていう設定はとりあえずなくなりそうな感じかな。はい、じゃあやっていきましょう。なんとか知ってほしいね。はい、今回ね、俺の友達アピール CP 報酬でね、お祭りコインリツイートね、これもらいましたんで、無料配布なんでね、これ参加ちょっと回したいと思います。まあ、ヨマジンコインはいいよね、回さなくてもね。はい、ということで、ちょっと回していきましょう。ちょっと私ね、初日ガシャはやらないので、まあ、これね、3日になったらガシャスタートかな。まあ、でもちょっと最近不具合が多いので、はい、プニットショットとかおはじきとかはね、負荷があんまかかんないんだろうね。まあそれでも最初の1時半ぐらいに復旧したのかな。最初は使えなかったけどね。集会とかだとね、プニプニってさ、画面にタッチしまくってプレイするから、もともとまあちょっとどういうデータの送り方してるか知らないけど、これだな、負荷高いよねきっとね。お、ひょっとして ZZ 以上ガシャってやつですか。キラチャラもいる。いいね。クマウェインもいるね。まあ、ただ、スキルがね、2個目がないっていうね、その問題はありますが、いいですね。カンチバルもいる。ガラピョンもいる。まあ、ニャーサー妖怪強いよね。まあ、密流種妖怪も強いか。前回ね、サブアカだけどね、この王将エンマも結構強いんだよね。暴走エンマが出てくれたけど、サブアカでね、ちょっとそれ嬉しかったな。10連記念コインね。はい、ZZ 以上確定みたいなんで、回していきましょう。ちょっと持ってないのが欲しいね。ちなみに、三国志にはさ、密流士、あ、密流士ってもう終わっちゃったんだっけあと、そういえば10枚まとめて回せるようになりましたね。この辺いいね、10個使えるから。ジャジュコインも今までだったら99回回さなきゃいけなかったのが、今度からはね、10回回せばいいになったんで、これめっちゃいいね。まあ当たり前かもしんないけどね。これ待ってよかったです。私ね、これね、絶対今のね、運営の責任者みたいな人はね、こういうことやってくれる人だってね、信じてたんで、待ってたんですよね。なんで、待ってよかった。さあ、お祭りコインリツイート行きましょう。ちょっと3アカね、回していきましょうかね。ちょうど太っ腹だよね。ZZ 確定。さあ、誰でしょう。持ってないのか。限界突破したい。お前持ってた気がすんな。あ、持ってなかった。これなんだっけ、おはじきだったような気もしないでもない。プニットショットだったかな。はい。持ってないけど別に使わねえかな。王族はね、みんな強いからなかなか不動明王まで回ってこないよね。まあ ZZ の不動明王だったのか。ああ、前傾心必殺技悪くないんだな。
ああでもスキルが2個ないからまあまあまあいいのかな。デカブに降ってくる系ですね。はい、将棋不動明王でした。はい、じゃあ2番目のアカウントいきましょう。この今回もね無課金攻略やっていきたいと思います。いいね。はい、ごめんなさい、ちょっと一応10連ヨマジンコインも一応回そうかと思います。まああんまり期待していないんですけど、ヨマジンコインの方がね Z 以上確定なんだけど、10連ヨマジンコインはね Z までは一緒なんだけど、ねっていう感じですね。まあ基本は SS 出たらラッキーだねコインかな。SSS もなんか出たことがほとんどないような気がするかな。まあ一応 A ランクもあるということで。まあ一応ね、はい、せっかくログインボーナスもらったんで、10連分だけ回しましょう。もう一気に開けちゃいます。まあこんな感じ。あ、遺伝書があるから結構いいかも。はい、まあ予想通りでしたね。はい、じゃあ2番目のアカウントいきましょう。はい、これ2番目のアカウントで、こいつもね回していきましょうかね。まあこれも妖魔人コイン回して、そういえば妖魔人キャラすら出てないよな。よいしょ、ポン。妖魔人キャラ出てないよ。さあ行こう。さあ持ってないの、今回も持ってないの。いやーでもコイン使わないで待っててよかったな。おお、漆黒丸限界突破であれ。違うかなこれ、サバーカだから。あー残念、漆黒丸ね溜まった状態スタート妖怪ですね。これも不気味どうでしょうね。私のこのサブアカちゃんでも不気味上位、あ上位ですね。いや限界突破したかったな。溜まった状態スタートですね。3粒でいきますと。はい、じゃあ3番目いきましょう。不気味いいよね。はい、これ3番目のアカウントで、今なんか二鉄出てるけど、二鉄って金鉄みたいだな。いきましょう。まあこれもヨマジンコインおまけで回しつつ、あー10連コインもな、そうだな、最後にもらったんだな。なんかランキングだよね。武道会ランキングでもらったんだな。まあこれ取っとくか。さあラスト行きましょう。さあ持ってないのがいいな。まあね、今まで Z 確定多かったけど、新しいね UZ ランクが出たからすごいね、なんか将棋業界が出ましたね今回。将棋スサノオゲット、なんかマトリフさんみたいな頭してますけど、はい、という感じでございました。皆さんどんな感じでしたかね。よろしかったらコメントで教えてください。暴走エンマーね、サブアカとか欲しかったかなーっていうね。一番下なんで、このね、中身が分かりやすいね。まあ、そうだな。転生レジェンド来てたらね、ステータスアップしてたし、冬ドレッドもいいな。はい。なるほどね。結構、私、外れだな。持ってないの来たから文句言うなって感じだけど、なんか外れだな。将棋業界って強くないよね、この中で。ニャーサーとかさ、滅竜とか結構強いな。あ、でも将棋もエンマとか強いか。なんか、外れだな。はい、そんな感じですね。将棋不動明王もらってもなっていうね、なんかあるんですけど。まあまあ、でももらえるもんもらったけという感じで、はい。ありがとうございますという感じですね。はい、じゃあ今回こんな感じしましょう。一応ね、新キャラ出現率アップ。私はこれはスルーするので、まあね、3日から私はガシャね、始めたいと思います。まあちょっと今回ね、ウォッチの関係で、結構サクちゃんで倒すとか、なんか、ニーテツで倒さなきゃいけないとか、なんかいろいろ条件があるんで、なんだったっけな、キラチャラで倒すとかなんかね、
でしかもこう結構ねプニットショットの特攻がシオンの特攻がね3体もいるので、まあ今回プニットショットはねそんなに心配しなくて良さそうかなというところで、前回みたいにねあのおはじきで ZZZ のがないと大特攻ないみたいな、そんなことはないみたいなんで、はい、地道に確実にしっかりとゲットできればなと思っております。今回もねプニットショット、うん、俺これいいと思ってますね。はい、これはい、あの終盤でこれ助かりますね。であとはワクワクボックスが1時間に1回になったんで、まあ本当なんか気にしてたらやるみたいな感じですかね。まあ前回ねこの4桁 Y ポイントが1回も出なかったんで、横取りチケットはね5、6回来たんだけど、3赤でだけどね、なんか来なかったんでっていう感じですね。夏休みコインはまあいっかな、はい、好きなの選んでくれもう最近ねスキルの秘伝書とのお得なセットもあるのか。最近ねスキルがねあるからなんかあんまり難しいよねこの辺のね。まあ最近ちょっとね飲み会とかもあるんで、私はなおさら無理かなという感じでございますね。まあでも今回の行為はね転生レジェンドは本当は欲しかったなという感じかな。はい、じゃあ今回こんな感じしましょう。イベントね無課金これ私やっていきますけど、皆さんもね頑張っていきましょう。はい、じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、まあ多分ねプニットショットってあんまり負荷のかかんないあれだから、あんまりあれじゃないかな、今回なんか夕方夜になんかね入りにくくなるとかもあんまないんじゃないかな。そういう意味だとおはじきとかプニットショットばっかりのイベントになっちゃうかもしれないね。それ結構嫌だけどね。周回系はやっぱり画面いっぱいペタ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 押すから、なんかね分かんないね、ただの予想だけど、はい、そんな感じですね。はい、すいません、またお会いしましょう。さよなら。まあよかった動いてね。